SS バンダインベッケルト事件ファイ・ロバンスは椅子に寄りかかって皮肉な微笑を投げながら「マーカム君君はこの世の中でよほど信頼すべき男だよ」「世の中にはいくらも完全な犯罪があるが」 犯罪が完全に行われるから世間がそれに気が付かないだけの話で世間が知るのもつまり犯罪がしくじるからなのだ犯人が捕まるのは必ずしも犯人自身の失策からばかりではないよく思わぬ偶然の出来事からほとんど完全にもくろんだ犯罪をすっかりぶち壊すことがあるものだ僕は天才が成功するのを見たいものだよ それが美術であろうが商売であろうがあるいはまた犯罪であろうがそんなことは一向問題ではないこのベッケルト事件の犯人が不成功だったのもつまりは不親切な運命の針で刺されたようなものだね。と前置きをして次のように語り出した。 1809年南米チリのサンチャゴ市で主樹な理由からして心理学的に見てもまた犯罪学的に見ても異常な興味を引いた事件が起こったのだ犯罪の起こった場所はサンチャゴ市のドイツ公使館内であったしかもその犯罪それ自身はもし普通の状態にあったならば犯人の捕獲はほとんど不可能であったかと思われるのであって その犯罪興味の要点は犯人の異常に発達した不思議なくらい精密で周到な冒険力と驚くべき先見力にあるのだたとえ犯行の動機が甚だしく癒しむべき性質からであったにしろ彼の冒険力と先見力とには敬服するところがあると思うがいずれにしてもこの事件の犯人こそ確かに世界一の殺人鬼と。 折が見つけてもよい。この犯罪の不成功が実に極ささいな手落ちが原因だというから、それこそ僕は完全に近い犯罪と言いたいのだ。事件の中心であるサンチャゴ市のドイツ公使館は、アペニダデラスデリシア近くのビアナタニエルの2階建てのビルジングの下のほうにあった。公使館は。 玄関に事務室1つと書類を貯蔵してある後ろのの部屋の2つしかなかった公使官員といえば講師のフォン・ブートマン男爵と秘書のフォン・ウェルセツ男爵の2人の他にウィルヘルム・ベッケルトと呼ぶ事務員だけであったもっともこのほかにメッセンジャーであって時には小遣いの仕事もする執事格のタビアというチリ生まれの退職軍曹がいた。 誠に静かな少人数の公使館である従って官員の仕事と言って別に対して骨の折れるようなものでないことは言うまでもない僕の想像するところでは政府の用人だと社交的な誤算や晩餐をするくらいが関の山だったろうこうしたどちらかといえば無平凡な生活の中へ1907年 突如一つの事件が起き上がって彼らの打眠を破ったわけだったもっとも事件それ自身は起こった当時はそう大したものではなかったが後になって驚くべき重大な結果を引き起こしたのだったそもそも事件の起こりというのはカレウという村で先住民の百姓どもがドイツの移住民を襲撃したのが元であった この騒動がどんな原因からだったかわからないが無論その結果ドイツ移住民は直ちに公使館に陳情して救済を願い出たのであったが例によって外交特有の悠長な調子で一応調べるだけは調べたとは言うもののそんな調子で別に何ら難しい結果にならずに片付いたようだったところが翌年 事件も大方夢のように忘れられていた頃になって突然ドイツ公使館へバリオス・チレノスと名乗った者から一種の脅迫状が飛び込んできた手紙の文句は「ドイツ公使が罪もない百姓を告訴したことをなじり今後裁判を継続するようなことがあれば公使館員一同の命が危ないぞ」という。 すごい脅し文句を並べ立ててあったそれから間もなく詳しく言うと同年の9月以前同様の手紙が今度は直接に講師ブートマン男爵の手に届けられたそこで講師もそのままにしておけないところからとにかく早速事情をチリ政府の当局に陳述したのは言うまでもない で、地理政府でも元来外国の外交官相手に不愉快な事件を醸すことは好まないところから随分大胆に脅迫状の差出人を突き止めようと極力捜査したが結局アブはち取らずに終わった当時ドイツ公使や秘書官のウェルセック男爵も脅迫状にはさほどの注意を払っていなかったが性質の恩順などちらかといえば商談者の事務員ベッケルとは 九段の脅迫状を見て「終章を置くところを知らず」といったように仰転してしまったおかしい話だが彼はそのことにひどく気を病んでさも自分自身がバリオス・チレノスに狙われてでもいるかのごとく感じまるで死刑の宣告を受けた人のように多少精神に異常を起こしたらしかった彼はほとんど口癖のように「バリオス・チレノスは」 彼の血を見ねばやまないだろうとかあるいは自分は今に殺されるのだろうなんて独り気めにしていたそのベッケルトという男は当時39歳でもともとドイツのババリアの生まれ裕福な商人の息子であった1889年新世界の南米に移住してきて最初サンチャ後のゼシュイット修道院に入ったが しかし2年ほどつと黙僧の信仰生活に秋が来てとうとう修道院を飛び出して今度はプロテスタントに改宗したそして1899年チリの商人の娘ナタリエ・ロベツと結婚してから間もなくドイツ公使館の事務員に雇われたのだった九段の脅迫状が来てから数ヶ月後ある日ベッケルトは 突然ブードマン講師の事務室に飛び込んできて前夜人通りの絶えたサンチャゴの町で3人のうさんなチリ人に追いかけられ命からがら逃げ帰ってきた経験を一部始終話したこの話を聞いた講師はベッケルトに今後は護身用としてピストルを携帯するようにと勧めたのであったししかしベッケルトは、 元来ピストルのような飛び道具を追っからがっているような臆病者だったから講師に忠告されてそれをかなり悩んでいたらしくそれからというものは彼はなんだか病的に妻のことを心配しだしたその結果1908年ひそかに書をしたためてまるで風船の火のような儚い運命に当面している自分が死んだら この手紙をドイツ公使に届けてもらいたいと彼の友何にがしに委託しておいたその手紙の内容には生前中いろいろ親切にしてくれたドイツ公使に中心から感謝の意を匹敵しなお同封の書面はチリ大統領ペドロ・モント氏へ届けてもらいたいと細々書き添えてあったその大統領への手紙の意味は 自分が死んでもその後復讐をしてくれるなその理由は自分の故国であるドイツと移住国のチリとの間に自分の死が原因で葛藤を起こしたくないからであって問題のバリオス・チレノスは誤った愛国心に駆られて自分を殺したのだからと書き連ね最後に自分はもはや何も思い残すことはないただ一つ妻のことだけは バンジーよろしく世話を焼いてもらいたい」と書き添えてあった全体からして手紙の調子はあたかも死刑の宣告を受けた人の感傷的表情が濃厚であったバンスは陰気そうにため息をつきながらシガレットを思い消して語り続けたさて 年の2月5日、金曜日の午前11時45分過ぎブードマン講師とウェルセック秘書とが平日のように講師館に出勤したその時ベッケルトは平然と変わらず事務を取っていたがメッセンジャーのタビアの顔が見えなかったそれから事務所の床が非常にきれいに履かれているのが目についたがこれとても別に不思議なわけではなかった メッセンジャーのタビアはその日10時ごろいつもの通りブートマン講師官邸へ出迎えに赴いたそれから15分ほどして講師館へ向かったはずであるが講師が出勤した時刻になってもまだタビアの姿が見えないので講師らはちょっと不思議に思っていたがベッケルトの話によるとタビアはその日また公使館へ顔を出さないとのことであったが 講師もそのままにしてあまり気を止めなかった。それから午後1時15分ブードマン秘書とウェルセック秘書官とはベッケルと一人を事務室に残して昼飯に出かけたところがその後約半時間たったかと思われる頃講師館の窓から火が盛んに出ているのを付近の人々が見て早速火事速報器をひねったがしかし消防隊が駆けつけるのが遅かったため 戦場へ来た時には火はすでにビルジングの屋根をひとなめして建物全体がぐらついて手の出しようがなかった一方講師らは3時ごろになってやっと火事を知ったので急いで駆けつけたが火はすでに講師館全部を焼き尽くした後でいかんともすることができなかったその際ブートマン公爵の心配は無論ベッケルトの安否であったことにベッケルトは その頃よく失神状態になる傾向があったのでもしやとなんとなく不安な気に襲われて仕方がなかったがその晩9時過ぎ講師の心配が事実になって現れたのだった講師官の後ろの部屋の書類つづり込み箱の下積みになって全部炭化した焼死体が発見され現場にはベッケルと所有の銀製のたばこ入れ 鎖付きのニッケル時計、花が現れた。言うまでもなくそれはベッケルトの焼子体だともっぱら噂されたのだった講師はそこで以前しばしばバリオス・チレノスから脅迫状を受け取ったことそれについてベッケルトが病的に恐怖していたことと同時にその日に限ってタビアの行方が分からぬことなどの事実を鑑みて 火事の原因が怪しいと睨んでか、警察に事件の捜査を依頼すると同時に、死体の解剖を要求したのであった。その後、さらに現状を捜査したところが、黒焦げの死体の指には、ベッケルトのダイヤモンドとサファイアの指輪1個と、NL13399、これはナタリー・ロペス、 1899年3月13日の略時だ。のイニシャルと日付を刻み込んだウェディングリングが残っていた」のみならず着物の破れ血染めのハンカチーフ紙切り用の小刀ブラックジャックとブローランプが発見されて証拠品として押収されたで死体を検視した医者の意見は死体の状態からして 到底その死因を鑑定するのが不可能であったというのであったしたがって死体解剖の結果も講師が予期したように満足ではなかったのだもっとも火事の原因については一向不思議でないと言えば言えないことはなかったなぜならベッケルトは毎日不要になった外交文書や事務記録の保護をひとまとめにして燃やす習慣があったから 多分その火の不始末が原因だろうそこへ持ってきて兵素から気が遠くなる癖があったので火事と同時に書類つづり箱が倒れかかって気絶してしまったに違いないそれが証拠には死体の頭部には殺火打撲症があったところがこの惨事のあった翌々日すなわち2月2日プードマン講師は 2度目のバリオス・チレノスからの手紙を受け取ったこの手紙には3時当日の朝サンチャゴで投函した消し印があったそしてその内容はベッケルトを殺して公使館を焼き討ちすると脅かし文句を並べた末カレウの百姓どもの告訴を中止するよう書いてあったまたよく考えてみると これと同様の手紙が3時の前日ベッケルトの手に届いたことも判明したものだからプードマン講師は今一層深く突っ込んで捜査する必要を感じていたのだったところが不思議なことにはメッセンジャーのタビアは火事があってもいまだに顔を出さないのだタビアはあの日午前10時ごろ自宅を出ていることが明らかだし その日は用事があって市外へ行かなければならぬと言っていたこれは後で証拠のない嘘であることが判明したがことが分かっているそれから彼は午前10時半プードマン講師邸に伺ったがその後どこに潜伏したのか一向行方が不明なのである前後の様子や事実を考えてみるとどうやらタビアの行動が怪しくなって 警察の方でも彼に濃厚な権威をかけたのは言うまでもない。で、ベッケルトが暗殺されたという噂がもっぱら各方面に伝わった一方ではそうした噂をなるべく大きく刺させない目的でプードマン講師はことさら大学のドイツ教授にもう一度死体の解剖を依頼したのだったご承知の通りドイツ人は万事が几帳面で 捜査の方法もかなり厳密で忠実であるから今度は多少証拠の材料が上がるだろうと予期されたが案の定若干の極めて肝心な証拠が上がったそのドイツ教授連の報告によると死体の左頸骨が約3インチばかりなくなっていたがそれはどうもブローランプで焼き切った形跡があったそれから頭部の皮と肉とは喪失していい 上顎門トとンシの金冠カンと下顎ゴサの門ンとトケの金冠キンがなくなっていたがその他の歯は全部そろっているただ右上の親知らずが少し虫歯になっている胸に長さ1インチくらいのだ円形の傷があるがこれは被害者がふいに刺されたらしいようであるというのであったドイツ教授連の報告は以上のとおりであったが 元来、検視が非公式のものであったからプードマン講師は改めてチリ人とドイツ人の混合調査によって正式の再検視を行うことを依頼したのだったサンチャゴ警察でも無論問題が非常にデリケートであり「国際問題を起こしてはならぬ」また「一方に変した調査をしてはならぬ」とドイツ系のウェステスポッペルアイヘル両博士を主任とし さらに、女子としてチリ人の医師カルロス・オヤルザン氏を任命したそこで精密な再度の研修を行った結果23新しい事実が判明した1大動脈が切断され2心臓が差し通され3胸郭に小刀かナイフか金属製の断片が発見されている 多分被害者は鋭い刃物か器具で頭部を殴られたあと胸部を突き刺されたらしい死体の下股は湿気のある書類の下積みになっていたらしく完全に黒焦げとはならなかった死体のそばには緑と白の島のワイシャツの切れが残っていたがそれには GB のイニシャルが縫い込んであったというのであるそこで 被害者と認められてあるベッケルトの妻女を呼び出して尋問してみると九段のワイシャツは確かに夫のものであると証言したのみならず夫の歯について尋ねられたのに対して彼女は「金冠をした紋士以外の歯は全部揃っていた」と供述した。超えて2月9日。以上のの検視の結果を討議・審査するために、刑事、 医師・外交官の混合会議が開かれたがそこで端なくも一番最初研修を行った警察医のやり方が問題となったが結局その問題の警察医はついに自分自身で死体解剖をなさず死体留置場の雇い人にさせたことを自白して平身抵当した次にベッケルと未亡人が供述した夫の歯と服装についての証言は 再度のの検と一致していることが判明した。だがベッケルトの特徴は左の肩骨を骨折したのと左の肘のかなり目立った傷跡であったが死体にはこうした特徴が見えなかったそれはどうしたわけであるかこの疑問は結局加害者が死体の鑑定を困難にさすために 巧みに特徴を隠滅ささせたたののであろうと断定されたのだった要するに会議の結果は焼死体はベッケルトで犯人は彼を殺した後証拠隠滅の目的で死体を消棄したものだということに落ち着いたそれでは加害者は誰か前後の出来事から押して当時まで行方が知れないタビアが最も有力な犯人となるわけである。 まずタビア以外にめぼしい容疑者がないそこでがぜサンチャゴ警察の活動となり犯人捕獲の伝名が四方に飛んだ死体はベッケルトのだ犯人はタビアだと分かって事件の輪郭は大体明瞭になってきたがここにたった一人事件の調査を全然趣向しない男がいたそれは 余判事のヤニュエル・ビアンチ氏であった彼は事件発生以来警察のやり方や検査の結果がチリ国の法律制度に一抹の汚点を塗ったものだと嫌に国士的な態度を持ってよほど憤慨していたそしてひそかにわしのような鋭い懐疑的な目でいちいち長所を吟味したがその結果どうやら事件の責任がチリ人でなくして むしろ外国人の側にあるらしく今までの断定を根本的に覆せるような見込みがついてきたそしてそれがついには事件の真相を解く糸口となったわけだったベッケルトの葬儀は2月9日の午後厳かに執行されたが余震判事ビアンチ氏は出勘間際になってサンチャゴシ科大学のワレンゼラ博士を帯同して もう一度死体の歯の検査を行ったその結果は以前と同様で別に新しい材料を握ることができなかったそこで葬儀は予定通り行われたが元より異常な注意を引いた事件の被害者だったから葬式は哀愁を極め空前の正義であったモント大統領は特に秘書官を派遣して葬儀に列せしめたくらいで 観測者には著名の死が加わり埋葬の際にはドイツ公使ブードマン伯爵は埋葬の際にはドイツ公使ブードマン男爵は悲壮な雄弁を持って死者の生辞を述べそれに添えるドイツ軍楽隊の哀悼的総額を持ってしたのだから場内の空気を一層慎重にしたのも無理はない一方政府はその日緊急閣議を開いて ベッケルトの遺族に金2万ペンスを贈与する案を議会に提出することを決議した。ことほどさようにベッケルトの葬儀は特別の注意を引いたのだった。死し,して陽影ありとは本当にこんなことを言うのだろう。このようにベッケルトの葬儀が盛大に行われている一方では、元から会議の目を持って事件を見ていたビアンチ判事は。 ワレンゼラ博士と何事かを審議していたのだったが果たせるかなここに驚くべき新しい事実を発見した最も些細で何らの問題にもならないようなことなのだがそのごく些細な事柄に不信を起こした結果ほとんど終結しかけていた事件の局面を意外の方向に展開させてしまった以前 ベッケルと未亡人であるナタリエ・ロベツが最初夫の歯について尋問された時ドイツ教授はスペイン語のわかるドイツ人の通訳を使ったのであったがその時通訳は「歯」ということをスペイン語に訳してデイエンテスという言葉を使った。この「デイエンテス」というスペイン語は普通チリ人の間では「糸切り歯」とかあるいは「笑った時に見える歯」を意味している。 第九子はチリ語でではムエラスである。それから歯全体をチリ語ではデデンタュラである。さて尋問中ベッケルト未亡人は夫のデイエンテスすなわち糸切り場は完全であったと答えただけで九しすなわちムエラスに関して尋問されなかったから彼女は自ら進んでそのことについて鮮明しなかったのである。 そしてどういうわけかチリ側の調査委員は不思議にもこの些細な区別すなわちデイエンテスとデンタデュラとの区別を明らかに見落としていたのであったしかし軽眼なビアンチ判事はこの一見些細な文字の使用法が腑に落ちないとこからいま一応精査の必要があるとにらんだそこでビアンチ判事の暗示によって ワレンゼラ博士に再びベッケルト未亡人を呼んで夫のデンタテュラすなわち歯全体について尋問したところが最初ドイツ教授が尋問した時には単にデイエンテスであった彼女の答えるには夫の歯のうちで九歯が23枚欠けていたというのであったこれは確かに意外な陳述であると同時に また断然新しい発見であったそこでビアンチ判事はかつてベッケルトを治療した歯科医フアン・デニス・ライ博士にあって記録を調べてみると案の定数ヶ月以前ベッケルトの臼歯を抜いたことがあったしかるに公使館の焼け跡に発見されたベッケルトの死体には臼歯が全部揃っていることが判明しているのだから。 以上のベッケルト未亡人の供述に照らしてもまたライ博士の治療記録に聴しても事実が全然符合しなくなってくる未亡人の供述とライ博士の記録に誤りがないとすれば死体はベッケルトでないことが明瞭になるちょうどその時調べられたのが犯人と目星されている失踪中のタビアの妻女である。 彼女の口述によると「夫の旧子は全部そろっている」「上顎の致死が虫歯になっているだけだ」ということであるそうなると問題の死体の解剖された時の長所と符合するわけでベッケルトの死体として丁寧に埋葬されたのはベッケルトではなくて実は行方不明のタビアでなければならなくなってきた。 そこへ持ってきてビアンチ判事はベッケルトとタビアの両人は体格がよく似ていることを思い出したから被害者は当然タビアでなければならないと断定してしまったのだ言うまでもなくこの意外な暴露は葬式のあった翌日の新聞にうやうやしく掲載されたのでブードマン講師は直ちに司法省へ以前埋葬した死体はベッケルトだと認めがたく かえって行方不明の旅屋であろうという事実を報告したのであった。それから今一つ、ベッケルトでないという証拠が上がってきた。それは、2月6日、オットー何がしという男が警察署に来て、公使館が焼けたその日の真夜中、すなわち火事後約10時間経った時、彼はベッケルトに会って、物を言ったと口述した。 がその男というのが元来評判のかんばしくないやつであったし事にベッケルトと仲が悪かったと分かっていたから警察の方ではその男の供述を全然当てにしていなかったがしかし事件がこう急変してみるとオットーがしの供述はまんざら嘘ではないようだそればかりでなく、 ムードマン講師とウェルセック秘書官の両人もまた思い当たることがあったそれは悲劇のあった日の朝講師官の床が非常にきれいに洗われていたこといつもかけているべき花眼鏡をその日に限ってベッケルトがかけていなかったことであるしかも解剖の結果被害者は 2月5日午前11時30分以前に殺されていたものと断定されていたのだからメッセンジャーのタビアはあの日講師らが出頭する以前に殺されて書類つづり込み箱を積み上げ後ろに隠されていたという結論になってきた悲壮な葬儀行進局に送られて厳粛に埋葬されたベッケルトの死体実はタビアの死体は 再び掘り出されて3度目の検視が行われた頭髪と皮膚を顕微鏡で検査してみると死体の顔色は浅黒く頭髪が黒いベッケルトは目立ってブロンドであるから死体がベッケルトでないことは火を見るよりも明白な事実となったでいよいよ死体はタビアに違いない 加害者はベッケルトであることがもはや疑う余地がなくなくった。ベッケルトは故意に自身の見回り品を死体のそばに放棄して在籍を隠蔽しようとしたことも明らかであるそこでドイツ公使は直ちにベッケルトに対する違い法権の免除を放棄すると同時に事件をチリ政府の司法権に委ねたベッケルト捕獲の宮殿が 国の四方八方に飛んだのは無論のことであるさて話変わって公使館の火災後無論当時失踪中のタビアの捕獲方を全国に打電したのは言うまでもないがそれと前後してサンチャゴから約200マイル南方サウザン鉄道沿線のチラン市の警察署長から一つの報告がサンチャゴ警察に届いたその報告によると 一人の旅行者がチランの警察署に出頭して言うには2月7日富豪と称して二刀列軍に乗り込んでいる不審な男にあったというのであるそこで警察署長は直ちに列車の行き先であるビクトリアへ検月官を派遣して九段の不審の男を尋問するとその男はその一月前チリ国務省から発行された海外旅行券を所持している 白ラバモットという旅行者で別に旅券に不都合な点がないので放免し検閲官はそのままチランへ嫌いしたそこへ例のタビア逮捕の電報が届いたのでチラン警察署長はもしかすると前期のモットと称する男が問題のタビアではあるまいかとさらにタビアの人相書きを紹介してきたのであったこのチラン署からの報告に基づいて サンチャゴ警察は直ちに九段の旅行者モットについて調査すると意外にもベッケルトは一月前チリ外務省へ自分の義兄弟のためだと称して海外旅行券家父の願いを差し出しシロラバーモットの名に旅券が下がっていることが判明したさらに各方面にわたって精密な捜査を行った結果ベッケルトは旅券家父願いを出した日 市内のある金物屋からブラックジャック1個とつけひげと告発のかつらを買い込んでいるさらに各方面にわたって精密な捜査を行った結果ベッケルトは旅券家船願いを出した日市内にある金物屋からブラックジャック1個とつけひげと黒髪のかつらを買い込んでいるその他にもスーツケース革のゲートルトランク ケース入りの連発銃を買い、これらの品物にはいちいち CLM のイニシャルを入れさせたことが判明したその後ピストル1丁弾薬ランプランプの芯を20ヤードばかり求めたことも全然証拠が上がったこうして警察の方では極力ベッケルトの犯罪計画の経路を順次に対象している一方では ドイツ講師も彼の犯罪動機を調査すると驚くべき事実が判明したベッケルトは1年前から為替を偽造してはそれを銀行で割引して着服していたが今までに5万マークの巨額に達していたのだった本当に東大元暮らしとはこのことを言うのださらにベッケルトの思考上について突っ込んで調べると 彼は一見善良な家庭の主人公のようだがその実放ら極まる不徳感で内々主々な女性と関係しているがある一人の恋愛遊戯の対象者へは「チトベラ」という変名で文通していたのだったしかもチトベラの筆跡はかつて世間を騒がしたバリオス・チレノスの脅迫状のそれとそっくりそのままであることが判明した事実 パリオス・チレノスの脅迫状は明らかにベッケルトの驚くべき犯罪の準備の一段階であってこの脅迫状はいわば次に起こる殺人事件の前触れだったのだそうしてこのような周到な準備の後に巧妙な方法で死体の認識を困難ならしめたのだったベッケルトの犯行には疑いの余地がない ベッケルト捕獲の電命がサンチャゴ警察からサウザン鉄道沿線の各町々へ飛んだがしかしベッケルトはその時分すでにチリ国境を去ってアルゼンチン国境の方へ逃亡中であったもっともその時国境には捕獲場が彼を待っていたので2月13日すなわち犯行後8日目追跡した重機兵のために 国境から約6マイルの地点でベッケルトはとうとう捕獲され同16日サンチャンゴの刑務所に放り込まれてしまったそれからベッケルトの裁判が開かれるまで約半年を費やしたがこれはつまり検事局では絶対的に明瞭な事件として被告側に一点の非道を与えず万端異動なきを期したからで。 ことに事件の法律的見解には特別の注意を払ったがそれはベッケルトの弁護士が違い法権を問題に持ち出す心配があったからであったで裁判は1909年9月2日に開始され予想通り有罪の判決を下され死刑を宣告されたその後ベッケルトは控訴したが その甲斐なく大森院では無論却下したそれにもかかわらず手術な理由を持ち出して再三再始死,死刑の中止を願い出たがものにならず1910年7月5日彼はとうとう歩兵隊の一斉射撃の的になりここに前代未聞の惨殺事件の幕が下りたのであった そこまで語ってきたファイロバンスはまたもう一本のタバコに火をつけていったねえマーカム君。僕は実際ベッケルトに同情するねあいつは堂々と徹底的な仕事をやっているじゃないかねあの犯罪には丸2年の長い月日を費やしているんだから本当に成功すべきであったろうが ねえ、ワカム君。いや、僕は無論殺人なんかに手を出さないがね。頼みがたいのは、運命の女神じゃないか。